アウロ・ジャネッティは、スイス、ルガーの出身の元自転車競技選手。2004年より、スコット・アメリカン・ビーフのチーム監督を務めている。また、実施であるノエ・ジャネッティも、自転車選手として、現在ジュニアのレースで活動中。1986年にプロロードレース選手として、デビュー。1990年のミラノ・トリノを制覇。 ポルティ時代の1995年から1996年に選手生活のピークを迎えた。ちなみに、この間、今中大輔とチームメイトだった。1995年、リエージュ・バストーニュ・リエージュとアムステル・ゴールドレースを優勝。同年の UCI ロードワールドカップでは総合3位に入った。1996年、 クリテリウムアンテルナシオナル総合3位。リエージュ・バストーニュ・リエージュでも3位に入った。生誕地でもあるルガーノで開催された世界選手権個人ロードレースでは優勝のヨハン・ムセウとのスプリント争いの末1秒及ばず2位と赤敗。しかしシーズン終盤に開催された同年のジャパンカップサイクルロードレースではムセウラを退けて優勝を果たした。 選手及び監督時代を通じて日本のロードレース大会と縁が深くジャパンカップでは1996年の優勝のほか1995年と1997年には3位に入っているさらに2000年のツアーオブジャパンでは総合優勝を果たしたまた監督となってからもスコットアメリカンビーフの前身チーム名である サウニエル・ドゥバルイコール・プロディール時代に毎年ジャパンカップに出場。加えて2006年にリカルド・リッコが、また2007年にはマヌエー・レモーリが同レースを制覇するなど実績も残している。2008年サウニエル・ドゥバル・スコットに名称を改めて挑んだシーズンとなったが、同年のジロでイタリアではリッコが大活躍し、一時は総合優勝を果たすことに。 なる、アルベルト・コンタドールに対して4秒差まで迫り、総合2位に入ったほか、急遽出場となったツール・ド・フランスにおいても、リッコは、第6、9ステージを勝利。また、第10ステージでは、レオナルド・ピエポリとフアン・ホセ公母の、ワン・ツー・フィニッシュが決まり、しかも、第11ステージ終了時点において、公母と、リッコが、総合10位以内に入る検討を見せていた。 ところが、第12ステージを前にして、リッコが、セラと呼ばれる、第3世代、エポの陽性反応が出て、レースから追放される事態となり、しかもことの重大性に鑑み、選手全員をリタイアさせたほか、リッコの一件が解決に至るまで、チーム活動そのものも一時休止することになってしまった。さらにその後、リッコと、ピエポリが、チームから解雇され、加えて、 ピエポリもセラシ用歴があることを告白。立コ本人は当初潔白を主張していたが、ツールドフランス終了後間もなく、使用を認めるに至った。こうした異常事態が発生したことを受け、サウニエル・ドゥ・バル合ッ座に、スポンサーから撤退。残ったスコットと、新スポンサーのアメリカン・ビーフがチームを再結成し、ようやく8月28日、 レース活動を再開した。ありがとうございます。